かのお願いを申し上げます。本日の配信は沢田若菜ちゃんの12歳のお誕生日ということで、ハッシュタグ沢田若菜生誕祭2023でぜひそちらのポスト X の方でも盛り上げていただけると誠に嬉しく思います。飲食は可です。皆様好きなお菓子だったり、大人の方はお酒だったり夜ご飯だったりを食べながら一緒にワイワイ盛り上がっていただけたらなと思います。また本日の配信の後半ではバースデーケーキを食べる予定もあるとかないとかなので、ぜひ一緒にね食べたいよって方は今のうちにケーキなりなんなり、まあお肉でもいいんですけど、かぶりつくものを、はい、用意していただいて一緒にねかぶりついていただくもよしです。はい、そして本日の配信では、コメントがなかなか拾えないこともあると思うんですけど、そこはちょっと ご了承いただけたらなと思います。はい、本日はねちょっとねお待たせいたしました、あの18時15分からということでね、お待たせいたしましたんですけれども、くまちゃんありがとうございます。ここからたくさん盛り上がっていただきたいと思います盛り上がっていきたいと思います。それでは長々と喋りましたが、本日の主役である沢田若菜さんにちょっとね本番前のお気持ちを聞いていきたいと思います。それでは沢田若菜さん、こんばんは。はい、もうちょっと皆さんこんばんは、沢田若菜です。1年ぶりの生誕祭ということで少しね緊張しているというのもあるんですけど、12歳になった成長した私を見てもらえるように頑張っていきたいと思います。はい、生誕祭はもう1年に1回しかないからですけど1年ぶりの、まあ、緊張するイベントというか、そういろいろなね、はい、1年だったのでぜひねそういう感じていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは沢田若菜の生誕祭2023盛り上がっていきましょう。
するような曲だったんですけど、そこから何回もね歌わせていただきまして、もう定番となりつつあるこの曲ですが、はい、まあ今年はさらにねちょっと気合を入れてちょっとね成長した姿を見せていこうじゃないかということで歌ってるって9歳歌っておりますなってね。そうそうなんですよ。なのでね、どうでしょうかね、成長した姿、まあ、この曲でも感じていただけたかもしれないですし、この後もね、この後の曲も、若菜の12歳の力を、12歳になったんだぜっていうね、成長してるんだぜっていうところを見せていければと思いますし、カノもねちょっとねそれに付き添いみたいなお供えサブみたいな、サブじゃないな、サイドメニュー的な感じで今日は一緒に成長もね見せていけたらいいなと思うので、今日は成長をね見せていこうじゃないかと、はい、なっておりますが、1曲目終えてどうですか？楽しいですね。イエーイ。そして、はい、そしてどう、この曲はどんな感じ、自分の中で。この曲は、うん、なんか多分わからが初めて、うん、
ショールームで歌った曲だと思うんですよ、うん、え違うか僕ないなんか若菜がさ、まあ、最初の頃の曲ではあるけど違うかどうなんだこの曲が最初この曲最初だった気がしなくもない違うあもう余計なこと言ったかもしれない いや、まあ、今日は生誕祭だからもう間違えてもいいのよめっちゃね最初はすごいすごいなんかあれだったじゃん、うん、一番最初に歌った時はもうダメだなダメだなすいませんみたいな感じだったけど、うんうん、こうちょっと悔しかったんだね2回目からはうん、結構ねそう1回目から2回目までたくさんね練習したのではいでは、はい、じゃあこっからもはいこっからねちょっと今日今 MC 楽しく喋りすぎたのでバンバン歌っていきたいと思いますはいそれでは続いてはこちらの曲ですどうぞThank you.
がとうございます。はい、ということでね、まあ、今回あのプロじゃないのでちょっと流すのどうしても曲と曲の間に MC を挟まってはいけませんと気づきました。なのであの喋ります。はい、ということで虫わらありがとうございました。ありがとうございました。次すみちゃん、なんか歌いたい曲ありますか？行きますか、はい、打ってください。ちょっとあのタイピングがね遅いもので、もう絶対にバカなに打ってもらった方がいい。違う違う、あのタイピングおばあちゃん、コンピューターおばあちゃんだから、こうだからこうやって打たなきゃいけないので、もうバカなに手に打っかかればチッ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 なんですけど、カノアもポッチ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 やんなきゃいけないから、なんでカラオケが閉まっちゃったから待って。汗が。うん。はい。はい。そう。おばあちゃんだから、ね。え、なんで？何をした？わかんない。スペースをして。それは押さない。押さないようにしますわ。うん、押す。エンターじゃないの？決めるとき。違う。こういうを打ちたいな。やばい。これで。いきますか。こうすればいいんだね。うん、そう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 。それですね。はい。いきましょう。それでは、続いての曲はちょっとカノンのサポートに入らせていただきます。はい。はい。
はい、ということで大学だね。ちょっと皆さんはコールが声出してはいけないから、ちょっと熱くなってないかもしれないけど、もうだいぶ熱くなってきましたね。こちらはね、歌いまして声出しまして鼻汗が拭いてください。ちょっとメイク直し入ります。はい、メイク直し入りますし、ちょっとお水の方をねいただきましょうかね。熱いんで、お茶なんですけど、いただきます。はい、で次何歌おうかっていう話をしていきましょう。正直すぎるでしょ。まだ決めてないんだよね。そう、まだ決めてないから。この1年で身長は何センチ伸びたんですかだって。わかる？7センチぐらい。そんな伸びてないか。わからん、いいなと思って。もうなんかちょっと本当は10センチぐらい伸びてたんですよ。おぉ、ちょっとゆっくり、まだ伸びますよ。ゆっくり伸びてますね。まだいける、成長期まだいけるかなという感じです。おぉ、じゃあ続いて何歌うかちょっと決めたいんですけど、なんか歌ってほしい曲で、もちろんね、すみちゃんが今までちょっと歌ったことある曲だと嬉しいんですけど、なんかありますか？一応歌えるかなみたいな感じでもいいですよ。ちょっとこっからね、もう盛り上がっていこうパートで、もうちょっと分かんないとこもあるかもしれないけど、頑張って歌うよっていう楽しさ重視。うん、です。わかりますか？あー、モアナもね、歌いたいね。歌いたいけど歌えないんですよ。フォーチートグループしか歌えない。空とですね。ほっぺつねるはどうですか？あなたのほっぺつねる、まあ歌ったっちゃ歌ったね。だいぶ歌ってたね。わかんない、お気に入りだった気がする。誰になんと言われたところ、いける気がするから、まあちょっと助け合いで、はい、ほちょっと温かいお耳、温かい生ぬるいお耳でね。うって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 すいません。歌ってみましょう。てんなんだね。いきます。はい、ほっぺてんね、ほっぺてんつねる、ほっぺてんつねる。
ということで、ほっぺつねるを聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあもう一曲ぐらいリクエストに答えようかな、はい、と思いますが、皆さん何かリクエストありますでしょうか。そう、お城だ。うわ、お城、お城、お城タワー、ここ見える？ほんとだ。に見えるね。もんちゃん、後ろのくまちゃん。ああ、サイズ感がね。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。すまちゃんというか若菜へのね、まあ生誕祭ですか、若菜への後ろタワーいただきました。ありがとうございます。あ、はじめましてさんもありがとうございます。初見じゃないか。はい。初見じゃないか。コメント初めて言ってくれたのかもしれない。あ、くまちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。マイクないんだ。ありがとうございます。ごめんなさい、マイクを占領してしまった。ありがとうございます。本当にくまちゃんもマイクないんだあなた。忘れてたのよ、マイクがね入らないんだよね、これはカラオケで。そうなんですよ、はい。こっちに持つべきでした。失礼いたしました。カノンがね、いえいえ、ありがとうございます、うるさかったですね。はい、ということで、もう一曲何かそれこそベストありますか？か？ありがたわ、あの、ま、お礼もしたいですし、くまちゃんもね、もちろんありがとうございます。ありがとうございます。でもまあ歌える曲じゃないというかね、ハートのベクトル、一緒に帰ろう、夢の彼方、ありかな、ありかってこういうとこっけ、彼方へか、ありか、ハートのベクトルです。一緒に帰ろう、この道を、ちょっとね、A メロとか行きますか。ちょっとちょっとちょっと、うん、A メロどこだっけ。ね、こうやってやってたよね、カロン。電車越してたよね。ちょっと待って、君は電車、ちょっと忘れちゃったね、大問題だね。やばいやばい、なんか急に言われると、ディズニーの曲は歌えないんだよね。心にフラワー、2588日、おきどき、夢のありかへ、こういうフライ聞いたの、聞きたから、ありがとう、ありがとうございます。賛成、かわいい、彼女、放課後レッスン、あ、君より先に先に、そうそうそう、僕は知っている、ウキドキ、妹です、ね、カラオケにないんだよね、片思いファイン、パレードエメラルド、寡黙な月、重力シンパシー、どうですか、歌えそうな曲、言っとったね、重力シンパシー言っとったじゃんか。やっぱスーちゃん、若菜が歌えないとやっぱ今日はいけないので、何か今聞いた中でこれ歌えそうだな、重力シンパシー、はい、はい、じゃあちょっと重力シンパシー行ってみましょうか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、たくさんのリクエストありがとうございます、すみません、ありがとうございます、ちょっと打って打ってください。毎回打とうとしちゃう。シンパシーってどういう意味、通じ合う的な、重力通じ合う、違うかも、それテレパシーか、間違えた、絶対分かってるんだけどね、忘れちゃった、はい、あ、これか、そう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 、思い出した、すぐ近く
その前から理由がありましてね、ちゃんとね、あのスヌの赤白赤だった。あ、あ、あ、そう、思い出した。やばいやばい、忘れてきた。そうそう、白はそれ茶色いよ、全部。まあでもまあまあまあえ、ここの白、うん、ここ白で、これ茶色いけどね、白で、うん、ここが赤でしょ。で、黒はないからそのまま、そのままね、そう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 、クラックに、そうそうそう、実はね、実はそういうあれがあったんです。じゃあここからは、ここからはちょっとね、リクエストコーナーは終了ということで、はい、あの曲をど、何だっけ、あ、ハモってく、ハモっとく、ハモってく、ハモっちゃう、ハモっちゃう、はい、ということで、ここからはハモっていこうと思います。
くださいね。はい、ちょっと準備をね。準備ですわ。うん、2人は姉妹に正解。痛快。黒のサイルメンバーのいたんだ。黒をどうやってやんの？ブルーライトとか、あ、ブラックか。あ、間違えた。採点しないで天使ですね。これ？そう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 。で、で、あ、で、はい。はい、で、勝利。あ、あ、あ、おお。お、お、お。普通に歌うボリュームであーって。あー。じゃあマイクちゃん。はい。あー。あ、で、あー。いいか。はい。エコー強すぎる。強いかも。ああ、はい、はい、ということで先に、まあ、題名をね言わせていただきましょうか。この曲はうん、今からは高柳あかねさんの青春の宝石を2人でちょっとワンコーラスハモらせていただこうと思います。アカペラでございます。はい、じゃあ音出してからすぐに、はい、好き好きだった歌も覚えてないくらいにあと季節の風のように咲いていた花の香りも過去になる。自分から決めたのになぜ涙が出るのかな。みんなの顔が滲んでいる。こんな居心地のいいホームグラウンドを出て行く最後のこの瞬間に思った。振り返るといくつの宝石が青春には輝いてるのだろう。あの頃気づいていなかった通り過ぎた日々の中に思い出すよ懐かしい時代を夢に向かってがむしゃらだった自分頑張ったね褒めてあげたいよ私にとっての宝石。ありがとうございました。はい、ということで高柳あかねさんの、はい、あ、入りました。いいですか。入るか、そうだ。高柳あかねさんの青春の宝石をアカペラでいただきました。はい、2人でハモらせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、この曲もね本当にたくさん配信で歌ってきて、もう最初の頃はね超緊張したんだよね配信で歌うのが超緊張したんですけど、てかカノン、若菜よりカノンの方が緊張してた。これは多分そうハモリだからね。そう、ちょっと笑顔をね見合いながら、いやーいやー歌えるようになってしまっていやー成長を感じましたね。これはね自分たちでも皆さんともにも成長をね感じていただけてたらね嬉しいなと思いますし、自分たちでも感じる曲でございます。自分たちで感じる。そう、え、自分たちもやっぱ余裕があるじゃん、ちょっとね。そう、自分でもゆとりを持ってるような、ね、こう気持ちを込めて、そう歌えてるから、はい、はい、ということで続いての曲に行きたいと思います。続いてはなんと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 、なんとなんと世界に一つ、そして世界を
とどろかせるような、とどろかせる世界を驚かせる的な、素敵ないい希望に導くようなあの曲を歌っていこうと思います。それでは、はい、いいですか、心の準備はいいですか、皆さん、皆さん、じゅうーってやっちゃうよ、もう来ちゃうね、これはね。このまま行けばいいんだよね、これマイク、そうだね、エコー聞くし、うん、うん、では、世界を希望と光に導くこちらの曲でございます。沢中のオリジナル曲で、未来な、めちゃめちゃちょっと沢中のオリジナル曲で、未来に素敵な落書きを、with わからん。で読んで書いてみた画用紙をはみ出した夢、鉛筆で書いてみた原稿用紙埋め尽くした夢、いつからだろう目立たないように何かに収まってなくたんで、自分で決めた自分なんかに閉じ込め、どこかで見たことある例文、心の中騒いでいた、このままじゃ嫌だって、いつからだろう傷つかないようにできないことを正当化して、誰かが決めた世界なんかに閉じこもって、欲張りになってみよう、全てが叶うわけじゃない、世界は簡単に変わらない、でもぐちゃぐちゃな落書きの中、大切なもの見つけたい、未来に落書きしよう、日常
とうございました。はい、お聴きいただいたのは澤田香のオリジナル曲で未来に素敵な落書きを with 若田ということで、はい、今日は特別バージョンですね。もう2人で歌う機会なんてなかなかないでございますから、はい、とってもレアなね、スペシャルな歌声となっておりましたが、皆さんいかがでしたか。この曲はあのカノンのオリジナル曲なんだけど、あのなんかのもあのイベントとかでね歌った、そう歌ってくれたりとか、まだねこれはねカノンが勝手に作った曲なだけなので、ご自由にというかたくさんね歌ってほしいんですけど、ライブとかでね、うん、歌うとね盛り上がるよ。お、盛り上がるよ、盛り上がる、盛り上がるか、いや盛り上がるペッカペッカ、それはよかった、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 うん、よかった。これどうやって盛り上がる。あー、手をね振って、あそんな陽気なお客さんいるかわかんないけど、素敵だらけ、あ、愛それがね皆さんもぜひ、はい、この曲をライブでね聴いた際は愛それ入れて、素敵だらけ、素敵だらけ、はい、やってみて、やってみてくれ。はい、ということでそろそろね、まあ、はい、歌としては、はい、終盤に差し掛かってきたと言っても過言ではないですね。はい、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 ということで、あちらの曲を、ん、お茶、お茶飲んでください。ああ、ジコ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 、水分をね、ごめんなさい。まあ、そろそろね、なんだかんだ言ってもお腹が空いてきたよね。はい、そうです、お腹空いてきたし、やっぱ恒例のあれしてないしね、まだね、うん、そろそろお腹空いてきたよね、いっぱい歌ったし、うん、うん、ちょっとお腹空いてきたなって思ったよ。ああ、感じもしなくもない、うん、感じしかしない、うん、感じしかしない感じしかしない、うん、じゃあもう一曲ぐらいちょっと歌っていこうか。はい、何歌う。はい、なんかある、言わない、決めていいの。え、なんかある。あるよ。何、何、なんだっけ、曲名出てこない。うん、いいんじゃない。なんて曲だっけ。なろうみたいな。あ、はい、なろう、なろうって感じで。違うね、なんだっけ。まあね、木にね、あー、木に木になろう的な、木になっちゃうみたいな。まさかの木になるよね。うん、あ、こっちがいい。どっちでもいいよ、こっちの方が良さそう。お、あ、こっちでもいいよ、こっちでもいいよ。ありがとう。もう一個、もう一個、はい、いきますか。はい、いきます。では、こちらの木だよ、木、うん、空の下を君は一人
ちょっと、フリー
フリータイム、フリータイム、パパのフリータイムよろしくお願いします。それは分からん。フリータイムだって、フリータイムだって、フリータイムだって。なんかフリータイムやって。何のりな、あ、消しちゃった。何点だったんだろう。弾き語り、フリータイムって何なんだろう。ちょっと、はい、ちょっとギターフリータイム何してた？フリータイム何もし、なんかわーってしてた。いける？え？いける今の？うん、やめてね。ああ、本やめときましょう。そうそう。ということで、では、はい、ね、意外と早かった。どうする？なんだっけ、あのなんだっけあれね。あ、わかるよ。 あれでしょ。うん、そう、あれ、あ、あれだ。うわえ、あは、打って、あ、来た。あ、いきますよ。ではいきます。はい、はい、いいよ、そのよろしくお願いします。はい、コメント準備は OK ですか？大丈夫、大丈夫。コメント準備は OK ですか？落とさないでよ。はい、ではせーのって言った若菜お誕生日おめでとういきますよ。準備 OK ですか？あ、かも違うくない？なんかやばいやばいやばい、進行間違ってない？
丈夫、溶けても大丈夫。歌か最初に。歌だ、いきます。せーの。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Wakano。ごめんね本当に。いやいや、あかねちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。はい、それでは撮ります。ちょっと撮る前に熱いかな、はい、こちらで記念撮影を。カノはもう入らなくていいですね。どういうこと、ケーキにそれやるの。確かに。イエーイ、12歳スクショタイム。12歳、かもしれない。パシャ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 、分かんない、どっちが正解か。どっちもやっときゃ。あ、でもこれが1、2だから右を1。うん、チョコだったね。うん、チョコだった。いいかな、良いでしょうか。では今日はね、本物のケーキということで、恒例の、そう、恒例のかぶりつきをしていこうと思うんですけれど、まずは主役の我が名一人でやっていただきたいと思いますので、あちらのティッシュ取ってください。準備しとく、はい、ティッシュで、こちら本気でやる、本気で、ここに、そう、ここに、あ、もうあと30分しかないから大ピンチよ。じゃあ熱いといかんで取るね。ありがとうさん。ではこちら見て、最初に割れちゃうといけないから読んでください。せーの。 Happy birthday Wakana Wakana ということでね、プレートはこんな感じです。では刺さるといけないので、緊張する。ここ横からいきますか、yes. 刺さるといけないので、いきますね、この辺ちゃんとやるからね。見て、がっつりいっちゃって、これはもうちょっとこの辺に、すいませんね、いいんじゃない。あ、緊張する、本気で、はい、でカノン持ってた方がいい。はい、ちょっとこれちょっと一瞬撮んない方がいいな。撮った方がいいかも。あ、撮らない方がいいか、見た目的にね。ちょっとにぎやかにいきましょう。耳かけとこう。撮る？撮んない。スイちゃん、あ、耳かけてはかぶる？ちょっと待ってください。はい。すいません。すいません。お直し入ります。では。行きますよ。やるよ。筋肉ですみたいな言い方しね。行きますよ。行きますよ。あらら。いいよ。いいよいいよ。お願いします。ここに来てほしい。顔を近づけて。いいですか？はい。あ。じゃあ食べるふりで一回。はい。カメラ撮影入ります。パチャ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 。はい。あ、モデルさん。あ、拍手拍手。モデルさん。あ、お願いします。あ、食べる寸前お願いします。あ、ありがとうございます。はい。ナイス。いや。ということで。実際にちょっとこれケーキ持ってかんね、ここで、あなたがかぶりつきに来て、そうだね、うん、でいけますか。はい、皆さん準備は良いですか。いきますよ。いや、じゃあスイーツワンで行ってほしい、それとも自分のタイミングで行く。自分のタイミングで行く。あ、スイーツワンで。じゃあスイーツワン行きます。3、2、1、ガブッ、いけー、イエーイ。お味の方は美味しいですか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。いいですね。もう一度言っておきます。ちょ、カメラ的には長めによろしくお願いします。うわい。いいんじゃないですか。美味しい。結構やばい。ほんまっとり。じゃあ次カノンも失礼していいですか。どうぞ。失礼していいですか。主役さん失礼しますよ。ちょっと刺さるんでね。では真ん中に置いて。アイドルだからね、ちょっとしか付き合いんじゃない。付き合いんじゃない。あら、
12歳になってそんなこともできるようになっちゃったの？すげないじゃないの？まあね、さすがにね、ちょっとアイドルだから、アイドルだからねえ、そんなね、顔面しかも19歳だからね、そうだね、そんなちょっと確かにそれちょっとお上品じゃないかなみたいな。もちろんですよ、お上品に食べないとやっぱ大人は。そうですよね、はい、綺麗なね。では恒例のね、いきたいと思います。じゃあ3、2、1、ガブでいきますか。はい、いきますよ。はい、せーの、3、2、1。一緒に食べんの？え、私は大丈夫？一度一緒、真剣なやつ。はい、真剣なやつ。せーの、3、2、1。おん、たらおまー。えぇ、結構やばいよ、結構。じゃあ2人でも言っておきますか。はい、刺さっちゃう、刺さっちゃう。めっちゃ美味しいね。せーの、あ、はい、いつ、うん、もたらー、めっちゃ美味しい、やば。19歳。12歳。なんか今年のケーキ、カノンはお上品じゃないのよ別に。どういうこと？ケーキがお上品、わかる？ケーキがお上品で、ケーキがお上品で、ちょっともう一回言っとこう、わかる？ケーキお上品、わかる？めっちゃわかる、ね、ケーキがお上品だよね。いくよ、負けてるよね、負けてる。ちょっとケーキに負けてるんで、もう一回いきます。せーの、あ、うん、もう一回。ちょっと待って、待ってガチビニやばい。ガチビニね、去年もしてないそれ、あれやっぱね、あれは違うよ。ガチビニやばいから、ちょっと工作しよう。いい、フェイク画像作ろう。今からどういうこと？フェイクガード言いますよ。こういうことですね。あ、あ、あ、こういうことですね。あらま、あらま、はあ、いいですか？あ、いい感じ？あ、いい感じかも。ちょっと拭いて。フェイクガード。き、かわいいやつ。ちょんみたいな。ちょんみたいなことですね。本当はこうするつもりだったっていうの。うん、あ、いいかもしれない。ちょっとすいません。はい、ちょんちょん大胆だね。ちょんちょん、あ、そういうことですね。うん、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、よし、行きましょう。では撮影いきます。はい、チーズ。はい、チーズ。ということで、ありがとうございます。ケーキかぶりつき、ちょっとすねちゃん、若菜、ちょっと呼び名が安定しない。若菜生誕祭、ルゾニーさん、かぶりつき成功です。ではお色直し入ります。失礼します。お色直し入ります。失礼します。お湯直し、もうね、本当にね、ガチめにね、鼻に入ってるの。鼻に入ってるの。ちょっと待ってください。あらま。あ、これタオルも使っていいよ。タオルも。うん。チョコリ。チョコリ。オーマイガーチョコリ。あれ どうなったの？こう。ちょっと待ってください。
カラも見して。これいらん？大丈夫？どれ？濡れてるの。いる。ちょっと一瞬貸して。すみません。お色直しです。一瞬顔写す。はいはい。ということで、若干茶色い窓ちょっと色黒になったかも。OK です。びっくりしたね、ちょっともうすぐもうすぐということで、生誕祭もねだいぶ後半にはなってきたと思うんですけれど、ここでなんとなんとある方からお手紙が届いております。知らない、私それ。ある方がお手紙が届いてるんですけれども、はい、読んでくれる人、はい、それではお手紙を読ませていただきます。早い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 かな、ちょっと早いかな、うん、早かったですけども、はい、では、はい、心を込めて読ませていただきますか。はい、いいですか、顔はそっちでいいですか。ちょっとどういうこと、ちょっと大事な大事な生徒さん、はい、どうですか、どういうこと、顔はそっちでいいですか。顔の向きはこっち側からでいいですか。こう正面ですね、これはね、はあ、はい、正面で聞いていただければと思います。はい、それでは若菜へお誕生日おめでとう。12歳になりましたね。11歳の1年は歌のイベントにたくさん出演するようになり、歌唱力はもちろんのこと、 MC 力やファンの方の存在を近くで感じたり、いろいろな面でどんどん成長していく姿を見せてくれました。興味を持ったものも持つものも、大人になってメイクも頑張っているよね。カドンのメイク道具やメイク技術を羨ましがってくれることがお姉ちゃんとしては嬉しいです。まあ歌はね勝てないですから、いや憧れてくれて嬉しいです。対応はカッコつけてめんどくさそうに教えるかもしれないけど許してね。これからもたくさん笑って一緒に成長していきましょう。若菜の歌声もでっかい笑い声も大好きなカノンより。はい、ということで本日はね、ありがとうございます。澤田カノンがお手紙を担当させていただきました。ありがとうございます。誠にありがとうございます。ご清聴いただきありがとうございます。ございます。ということで、まあ、ちょっとニコニコ読んだんですけど、内容は割と真面目に考えた、真面目に書きました、はい、こちらね書きましたので、じゃあ、すごい字綺麗、ありがとう、書きましたので、また贈呈させていただこうと思います。ありがとうございます、はい、ということでいただきました、はい、ということで今からそうですね、まあ11歳お持ちになっていただいて、あ、こちらお持ちになっていただいて、はい、11歳、お振り返ったりとか、うわー12歳の生誕祭ということでね、12歳の抱負、頑張りたいことなどを、ね、まあ話していただければと思いますが、どうぞ。皆さん足をお運びいただきありがとうございます。なんか11歳から11歳の10月ぐらい9月ぐらいからあの歌の方とかでね、うん、皆さんと、実際にお会いしたり、うん、皆さんに生で歌を聴いてもらったりする機会が、ちょくちょくあったじゃないですか。たくさんあったね。確かに、うん、はい、ということで、なんか、うん、
そう、それで、ね、だから、そうそうそう、頑張れ。10歳の時はね、そうやってたくさんの皆さんに実際に、うん、あの来てもらって、うんうん、聞いてもらう機会が多かったと思うんですけど、うん、12歳は、うん、家で見れちゃうようになりたいなとか思っちゃったりしちゃったり。それはつまりズバリどういうことでしょうか。ズバリね、テレビとかね出れて、よりね多くの方に私の存在を知ってもらえたり、ね、なんていうの、皆さんにより多くの人に私のことを見たこともない、歌も聞いたことない、何も知らなかったなって人に、歌とかをなんてテレビとかで聞いてもらえるようになりたいですね。それが12歳の、もっともっとね、うん、今以上に練習もねしたりレッスンもしたりなきゃいけないので、うん、今までの11歳以上に、小学生最後の年なので、うん、そう、小学生って言えるのが最後なので。そうだね。なのでもうでも終わっちゃうんでしょ。うん、そう、あと4ヶ月、あと4ヶ月、あと5ヶ月か、あと5ヶ月しかね小学生でいられないという、うん、ことで、そうだね、小学生のうちにできたら、まあしかも、まあ、中学生からも皆さんにたくさん歌を聴いてもらいたいし、今よりもたくさんの人に聴いてもらえるように、頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。もう言い残すことはないですか。はいはい、はい、そういうことでですね、まあ、ちょっとここからは補足じゃないけど、なんか一緒になんか語りながら話したいと思うんですけど、本当にさっきのお手紙も書いたように、すねちゃんも言ってた通り、イベントにねたくさん出るようになって、それこそ東京にも行き大阪にも行き、もちろん名古屋でもね歌っているわけですよ。もうね、もうカノンの12歳は本当にね知らなかったから、外の世界を、うん、ちょっとこの後ねプレゼントいや用意してるんですけど、もうね本当にメイクって興味を持つものも全然違って、同じ姉妹同じ両親に育てられてるはずなんですけど、まあ、やっぱカノンがいるっていうのも一つ違いますし、やっぱね妹ということでもう全然違うんだよね。全然違うの。全然なんか性格だったり、好きなものだったり、カノンの12歳の時と比べても全然違うし、経験してることも全然違うし、ここ2年ぐらいで全然なんかいろいろ変わったよね。おう、11歳か、11歳でなんか急にメイクをやりたくなり、なんかその4年生とか5年生の最初の方とかは発表会があってもちょっとまあ適当っていう、適当って言っちゃダメだけど、なんか今より全然メイクを工夫しなかったね、うん、全部お姉ちゃんにやってもらってたんですよ、髪の毛もね全部、うん、でもなんか最近は自分でやりたいって、おい、もうカノンはね中学3年生だから最初に始めたのそれまではもうやってもらうか、生理に出るときはもう何もドスッピンでね、まあ、なんなら今でもドスッピンで配信しちゃうぐらいだから、本当にねそういうところも違うし、経験してきたことも違うし、全然違うんですけど、まあ、たまにね共通点もあるんで皆さんも見つけていただけたらと思いますし、仲良くやっていきたいなと。まあ優しすっけ、はい、うん、仲良くこれからもよろしくお願いしますということで、最後に若菜お誕生日おめでとうとみんなで言って
終わろうと思います。あ、プレゼント、プレゼント、あらわー、プレゼント、あらわプレゼント、嬉しいね、とっても、はい、ではプレゼント、ちょっと待って、ちょっと待ちます。見ないようにする、うん、なんとなく、それでは手を出していただいて、プレゼント贈呈です。どうぞ見てください。それ反対、見ていいよ、見ていいよ、でれー、かわいい、かわいい、ということで皆さんにもぜひ紹介してあげてください。じゃじゃーん、はーい、めっちゃ嬉しい、だけどどうしよう、ということで今回はスヌケのみんなからね、特にこの見せていただいて、あのこっちの皆さんに、はい、こっちのポーチだったりマスケースはスヌパパやスヌママから、そしてこちらのね、あのコスメをね、最近メイク頑張ってるんだけど、コスメをちょっとカノンがね、これがいいんじゃないかなと思って選ばせていただきました。 ありがとうございます。はい、ということで、あとね、今日ね、おばあちゃんとおじいちゃんもね来てくれてて、お祝いにおばあちゃんとおじいちゃんからもプレゼントもらってたね、はい、はい、ありがとうございます。でも今はあのみんな下で大盛り上げだから、うん、配信だから、この後ご飯食べ、まあ、家族での時間をね、こうケーキ残り食べたり、食べたり、ご飯食べたりしたいと思うんですけど、すごくね、どうですか、嬉しい、嬉しいですか、ポーチかわいいよ、うん、よかった、青い、青い空、青空、うん、大事に使ってください、はい、はい、どうぞ感想を、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんかさ、透明だからさ、綺麗にしようってなるから綺麗だよ、そうそうそう、中が見えるね、見えるから、大切に使ってください、はい、はい、ということで、はい、やっと言えます、みんなで若菜お誕生日おめでとうと言って終わりたいと思います。いきますよ、準備はいいですか、こうしたいんだよ、うん、ではせーのでいきます、せーの、若菜お誕生日おめでとう、ありがとうございます、あら嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、うわ、あ、たくさんのおめでとうコメント届いてますが、眺めてる嬉しくて、ありがとうございます、ハッピーバースデーって来てますね、オーマイガー、オーマイガー、サンキュー、ダルマもありがとう、ダルマめでたいね、なんかね、めでたい、お花、お花嬉しい、なんかありがとうございます、はい、ということで12歳も頑張ってください、はい、はい、ということでね、まあもうね、時間もだいぶ、そう、まだね、まだ出れないんだよね、あ、食べていいよ、まだあの20時までしかね、若菜は出れないので、まさかのね、そう、うん、来年から、来年から出れるようになるかな、9時、10時、わからんけど、中学生は、ありがとうございます、私あのエッコースで、エッコース、あの夜中起きちゃったんですよ、おで目が覚めちゃった、目が覚めて昨日ね、5時ぐらいに、うん、4時ぐらいに、あ、今日の朝みたいな、うん、そうそうそう、目がすごい早く寝て、うん、目が覚めちゃったんですけど、うん、そう、それでX を開いたんですよ、うん、ちょっと、まあ、夜中だけど、まあいいか、開いたら
そう、なんかあれですよね、がなんかさ渋谷、おはいはいはい、さ、うん、画面あるんですよ、でかいモニターみたいなのに、そうそうそう、若菜ちゃんお誕生日おめでとうっていうのを、映してくださってる動画があったり、なんて言ったらいいんだろうね、電光掲示板じゃないけど、渋谷愛なんちゃらかちゃ看板っていうかね、大きい こんぐらいある、うんうん、映してもらったり、うん、あとね、そう、今までの私が出てた歌の、うん、あのライブとかの全部をまとめたやつがあって、そう、渋谷ビジョン、うん、歌をまとめたなんか、なんかいろんなライブの歌とかがね、どんどん最近になってくやつとかあったりして、すごい、お祝いコメントもね、見たんですよ、届いてありがとうございます。その後もね、ちょっと見に行きます。そう、お友達とかもね、うん、メッセージくれたり、うん、おめでとうって言ってくれたりして、とってもルンルンです。ルンです。お、よかったです。ということね、最後にね、最後にね、そうだね、そのにもね、うん、いっぱいありがとうございますね、このコメントでもね、うん、たくさんのお祝いコメントありがとうございます、はい、ということで、私は最後に歌いたいと思います。はい、じゃあこれは全部歌える、はい、一人でいきますか。はい、はい、聞いてください。最後にね、サナから皆さんに届けたいと思います。ちょっと聞いてください。またあなたのこと考えてた、窓の向こうを眺めながら、何かしてないと、そういつの間にか同じ景色に迷い込むと、どうにもならないと分かっているでしょう、そんな自分
がとうございました。はい、ということで素敵な歌声をありがとうございます。ありがとうございます。聞いちゃった、はい、ということで最後に、あ、消しちゃったね。最後にね、一緒にあのサンデスタイムをして、久しぶり、お礼を伝えて終わろうと思います。はい、ありがとうございます。担当でお願いします。あ、はい、はい、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って同情13位、あとは初恋サイダー歌える。キスを開けるよ今気づいた思い、大好きなウィユー、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、アトムーク音楽本に、わかなちゃんおめでとう、ありがとう、ありがとうございます。10位さんです、ありがとうございます。9位さんです、アトムーク今夜でぺん、ありがとうございます。7位さんです、あ、違うよ、8位さんです、アトムーク夜行ファミリー、うん、何、あらかなちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます、ありがとうございます。6位さんです、スルちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます、ありがとうございます。4位さんです、アトムーク込み大好き、ありがとうございます。そして3位ヤクハミに、誕生日おめでとう、12歳も素敵な1年で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマーケットファミリー、ありがとうございます、ありがとうございます。そして今日の第1位は、トゥルル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 ありがとうございます。あともぜひやっかみになっちゃってくださいね。はい、ということでね、今日はタワーももちろんですけど、くまちゃんだったり神社、はい、だるまちゃん、お寺か、ハートさん、音符、そのサイリウム、ミラーボールとか、他にもちょっと全部は拾い、うん、全部拾いきれないんですけど、あのギフトありがとうございました。ありがとうございました。すずちゃんへのねプレゼントありがとうございます。そしてあのたくさんのコメントをね、ちょうど今日は全部読めなかったんですけど、うん、コメントしてくださった皆さんも本当にありがとうございます。リクエストとかもね、リクエストもね、ありがとうございます。そしてこうやってね、まあ今ちょっとシステム的にあれなんですけど、延べの、うん、なんかねポイントになっちゃったからわかんないんだけど、そうそうそう、でも、ね、多分たくさんの方が見てくださったと思うので、見てくださった皆様ありがとうございます、ありがとうございます。そしてすずちゃん本当におめでとうございます、おめでとうございます、わかなおめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。はい、今日はまあね、こうやって2時間弱2時間弱歌ってきたんですけれども、まあ、お祝いしてきたんですけれども、もうすぐね8時ということで、ロケか現地か、現地です。おイベント、はい、お知らせを、あ、ミラーボール、 ありがとうございます、はい、はい、お知らせをさせます。はい、あさって11月5日に、YouTube の方で、東京ミューズという、ライブに参加させていただきます。現地は行けない、現地は行けないです。あ、そう、配信だけとなってるんですけど、現地で歌いますのでね、ぜひ、かな、 現地で歌いますので、はい、お願いします、はい、そして11月の19日に、港でフリーライブがありますので、ぜひそれは愛知の方とかもぜひ見に行ってください、そして20ちゃんとあ言っていいやつを言ってよ、はい、うん、はい、で、23? にあ絶対ないね、20日に、ジョイというイベントに出させていただきますので、ぜひね現地なのでぜひ見に来てください、お願いします。はい、ということで今日はありがとうございました、ありがとうございました。すずちゃん、はい、ありがとう、バイバイ、バイバイ、みんなありがとうございました、バイバイ。
ということで、ちょっとねギリギリになっちゃってごめんね。あのお知らせをちょっとさせていただいたんですけれども、詳しくはすぬちゃんというか沢若菜、沢田若菜の沢田若菜の X をですねぜひフォローしていただいて、ついでに沢田香菜の X もフォローよろしくお願いします。はい、まずね今日は沢田若菜の X をねあのフォローしていただいて、ぜひイベントとかのね情報もチェックしていただいて、皆さん若菜の歌を聴いていただけたらなと思います。ちょっとね急いで行ったからね間違っちゃったかもしれないって本人も言ってますので、しっかりと確認して配信で見ていただきいただいたり、現地にねあの来ていただいたり、若菜の歌をね応援しに行ってくださったら嬉しいなと思います。ということで今日は沢田若菜生誕祭2023誠にありがとうございました。それでは今日もこの辺で、ね、またくやーね、ありがとうございました。ありがとうね、これからも若菜とカノンの応援をよろしくお願いします。バイバーイ。たくさんのお祝いコメントも若菜にありがとうございました。盛り上げてくださった皆さんもありがとう。バイバーイ。ちょっと今日はね若菜が8時までしか出れないっていう年齢の関係でちょっとこの時間の配信になってしまったのをちょっとお許しいただきたいんですけど、見に来てくださった皆さんありがとうございました。